始めるなら今ふるさと納税を深掘り斉藤さん以前やってないと公言してましたけど <laughs> どうですか今はまだやってませんまだやっておりません古賀さんもでもまだしたことがない実は 思い越しが上がらず <laughs> <laughs> まだやっていませんただね興味はあるい、ね、はい興味はありますそうですよね。あの私もあの3年前ぐらいからやっとやり始めたばっかりなんですけれども始めるなら今ということで、えー、今日はですね興味はあるけどよくわかんないんだよなという皆さんに届けという思いでお伝えしてまいりますふるさと納税という言葉自体は聞いたことある人多いと思います 生まれ故郷や応援したい自治体に寄付できる制度のことですす多くのメリットがあります何といっても、返礼品もらえます、うん、全国各地の特産品などを味わうことができるで、メリットその2です、自己負担額は実質2000円だけ、うん、例えばですね、合わせてある年に5万円ふるさと納税をしました、すると、所得税と住民税から4万8000円が控除される。うん ですからふるさと納税をすると、まあ、この差額の2000円分だけは負担してくださいね、うん、ということになりますで。そもそもの趣旨がこちらです。自分のふるさとなど好きな自治体を応援することができる寄付の使い道も指定することができて、まあ、寄付が当然多く集まればその分地域の課題解決や活性化にもつなげやすくなるわけですね。うん、小賀さん、このの納税のこう規模感。 そうですね、友達からも話を聞くようになりましたから、まあね、まあどんどん大きくなっているんではないですかねその通りです、もう増えに増えてます、<ー>まず全国のデータ、ご覧いただきましょう、総務省によると、昨年度、全国でおよそ9654億円に上った、すごいこの右肩上がりですよね。で福島ででも寄付増えているるんです県によると昨年度は 前年度より8億円以上増えて、およそ61億4000万円、さあ、斉藤さん、寄付額が多かった自治体、県内の自治体、アデリッチャっていいですかどうぞこれね、ントツで福島市なんですよ理由をどうぞはいあ、ええ、理由はないんですか頑張ってるからじゃないの、<laughs> 行政がすごい力を入れてるから、ね、<laughs> そうかそうかそううかですねの自治体も当然、頑張ってるとは思うんです、はい、けれども、特にということ福島市。うん、はい じゃ四位五位から見ていきましょう。こちらです。五<ー>位会津坂下町バサシやヨギボウというあのビーズのソファ。これが貢献したそうです。四位は桃などが魅力の伊達市。ささい。いわ市でした。<ー>常磐物をはじめとした海産物やハワイアンズの利用券などが好調。あと最近は大雨災害がありましたから、そ,ねうん、その支援としても寄付が増えているそうです。二、ね、位が。 これ市町村の規模で言ったら意外な町でした万代町ですシグマの工場があるので一眼レフ用のレンズが大きく貢献しています一、まあ、軒あたりの額が大きいですからその分寄付額も増えたのかなと、うん、さあ斉藤さん福島市残ってますよこれはもう福島市だって自信がある、はい、1> 第一こちらです その通りなんです福島市です、額も抜けて多くなっていました、で斉藤さんが言ったようにあの県の方に聞いたらあの取り組みがかなりこう力を入れているというのも言っていました、うんで、フルーツはフルーツでもフルーツ定期便という<ー>これ、1個申し込むと1年に何回か届けてくれるっていうこういった仕組みが好調だったとっいうことなんですよね。では実際、皆さんどんな基準で選んでいるんでしょうか、そもそもふるさと納税、行っているのか聞いてきました。 福島駅前と郡山駅前で聞き込みですやりたいんですけど、なんかやり方がいまいちよく分かってないだけって感じですねあまりその余裕がなかったといいますか、これまであの関心はあっても、なかなかそれにこう取り組むエネルギーといいますか、時間的、なんか余裕がなかったり。しなないいいいですいまいちよく分からないシステム 一方で、ふるさと納税を行っていると答えた人は、どんな自治体を選んだんでしょうか。北海道とかでホタテとか、あとは岩手でハンバーグとかがメインですね。商品で選んじゃ,んじゃってる感じですけど。自治体はあまり気にしていなくて、生活密着のものに結構、あのふるさと納税してます。北海道の海鮮系あとか、 あととはトトイレットペーパーパか去年は、私、1人暮らしなので、食べ物とかだと、ちょっとあの食べきれないので、水とあとあ、チョコレートですね、北海道のロイズのチョコレートとか。うんということで。 返礼品で選んでる方がね、<う>やっぱり多いんだな。これだから、本当の意味とはちょっとかけ離れてきてるような気はしなくもないんですよね。そ<う>実は。そこも実はちょっとあるんですよね。うん、じゃあ古賀さん、はい、まあその本当の意味も兼ねて、もし寄付するなら、どんな場所がいいですか。はい、そうですね。あのー。 福岡県福岡市出身ですのでやっぱり地元のものを食べたいなと思いますね半分言わせたような感じがしましたけどそう言ってくれると信じてあのここからはいろいろサイトあるんですがふるさとチョイスというサイトで見ていきましょうで自治体別にこうやって見ることもできます、福岡県福岡市、はい、でこれ下スクロールしていくと例えば人気ランキングとかこうやって出てくるんですね。ね りも美味しいですよね、はい、お土産に買ってきましたこの間も食べたこの前あとどうです気になるのありますはい、このぐるぐる鶏皮あ<ー>美味しいんですよ鶏皮ってやっぱり福岡、はい、人気ですねこうやって地元の味をねあの、うん、福島にいながら食べられるっていうのも、うん、本来のこういうのが逆に趣旨なんだと思いますで、さまざまな返礼品があるのも魅力の一つです斉藤さん何か今欲しいもの あ,りますかあのねリビングのねテーブルと椅子が欲しいです <laughs> <laughs> これはないでしょでも <laughs> ちょっと調べてみましょうか、はい、ちょっと想定外な感じでしたけど <laughs> じゃあテーブルでいいですかねひとまずテーブルとコ品とかで頑張ってるところあるのかってみますよあ結構該当してますあ,あ,ありますよ<あ>ほら,ほら <laughs> 出てきましたこれ今一番上の欄でですけど あの無垢材の折りたたみローテーブルとかいいじゃん、はい、3万5000円、これぐらいの規模感いいで。すねいいですね兵庫県か笠江市、はいね、なんていうものかあれですけれども、ですから、あのちょっと意外ながら、はい、テーブルが見つかるということは、これきっと皆さん、欲しいものが見つかるはずということになりますね。ということですね。うん、ただですあの最初、インタビューの方でもありました、最初の一歩がなかなか踏み出せないというお気持ち、非常によくわかります。 そんな小賀さんともよく話さっき話していた <laughs> こんなこと話してましたいくらでも寄付できるのわかんないんですって、はい、いうはい上限がこう設けられているのかどうか気になりますね、うん、控除額にはですね人それぞれ上限はあります,す、ねはい、いくらでも寄付していくらでも控除してもらえるわけではありませんで、収入や家族構成などで決まってくるんですね、えー、総務省のホームページにも一覧で載ってるんですけれども例えば こうふるさと納税扱っているようなサイトで、控除額の上限シミュレーションすることができます。うん、見ていきましょうか。これ本当にざっくりとした目安出るので簡単です。例えば、えー、独身の方で、えー、全国平均よりも年収多い方だと想定しましょうか。500万円。うん、こうやって2個選択するとですね、出てきました。<ー>簡単なんですね。えー、年間およそ6万1000円までの寄付であれば。 負担金二千円で済む、ことで目安もこうやってすぐにわかる。簡単ですよね。簡単ですね,ね。ただ、あの。これよく皆さん悩んでいらっしゃるのが、年収が確定するのって、時期的には十二月。じゃそうですね。だから、早いタイミングでじゃ寄付しよう。うん、そしたら、どうしようかってなる。うん、これは今年の年収を、まあ、どれくらいになるのか予想してもらうしかないんですね。ですから、考えてそのあたり寄付する必要は出てきます。 そして古賀さん、ふるさと納税に踏み切れない最大の理由はい、これ、確定申告、<laughs> この4文字を聞くだけで、あとなってしまいまいすね <laughs> 私もサラリーマンで自分でしたことないんですが、斉藤さん、こういうい文字とかは私はだから過去何度もしたことはあるんですけど<る>かなり面倒くさいですよね、<ー>でも国民としての義務ですから、やらななけければいけない、ねまあ、ここが一つ足かせになっている方もいるかもしれません、ただ、古賀さん、はい、実は確定申告しなくていいんです。しなくていいいんですかはい ワンストップ特例制度という制度があります。これはですね、確定申告をする必要がない会社勤めの人などが対象のものです。小川さん対象です。はい。用意するのは二つだけ。申請用紙と本人確認書類。で、この申請用紙は多くの場合寄付した自治体から送られてきます。でそうでなかったとしても自治体や総務省のホームページ、あとは納税サイトなどからもダウンロードすることができます。うこう記入したらこのコピーとかを貼って。 翌年の1月10日までに寄付した自治体に届くように郵送するだけうんうん、うん、簡単だ簡単ですよね香川さんね、うん、これなら私にもできそうですねで <laughs> で自治体によってはですね、はい、オンライン申請に対応しているところもあるので、はい、この郵送する必要すらない、はい、ところもあるんです楽ですね、はい、ただ注意事項があるので気をつけてください、はい、この制度を利用したいよという方年間の寄付先は5つの自治体以内でなければなりません で寄付のたびに提出は必要になりますそれから別の確定申告をするためにこの制度を利用できないという方はふるさと納税に関しても翌年の3月15日までに確定申告をしなくてはなりませんそして冒頭に始めるなら今とお伝えしました、うん、実は10月から少しルールが変わるんです駆け込み需要も詳しくは6時台でお伝えします